スポーツに挑戦したいと思います。いい思い出ができるので、みんなに感謝しています。ありがとうございます。 Nature,
姉ちゃんの渡辺佳月です。今回初めて参加させていただいたんですけど、知り人と、知り人と、ごめんね、子供たちと一緒にスポーツやってたって、あまりだんだんなくなってきてたので、久しぶりに一緒にできて楽しかったなっていうと、なんか、みんな結構輪の中に入れてくれて、輪の中か。輪に参加できたらな、輪の中に入れてくれて、とても楽しかったです。昨日、今日、いろんな人にいろんなことを褒められたり、怒られたりしたと思うんですけど、そういうのもあって望んできたりとか、そういうのを忘れずに、なんか今日も朝日誌に書くでもいいし、お母さんとの話とかでもいいし、ずっと忘れないようにこれから先も覚えていてください。ありがとうございました。